お茶の間ひろもとるりバースデーイベント2023にお越しいただきありがとうございます。ということでるりちゃん20歳おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、お茶の間の本日 MC を務めます西崎美久です。よろしくお願いします。拍手。ひろもとるり何でも質問コーナー。おーいいね。在宅の仕事でとっても運動不足なのと、るりちゃんのような美しい体型になれるよう、運動へのモチベーションを高めたいのでぜひ教えてほしいです。なるほど。うわあれじゃない、常に音楽つけてたらこう体乗っちゃうじゃん。 でもわかる。好きな音楽とかやばくない？そう、もうずっと乗ってるから、ね、そのテンション感でそのままイエーイっていけばいいんじゃない？それはちょっとまずいんじゃないかな。え、だって家の中にいるんだもん。あ、そっか、外出ではしないよね。そりゃそっか。うん、あの確かに外出では控えた方がいいと思います。そっか、あのよく怒られる。そう、よくね駅とかで急にしてくんのよこんなことを。だからちょっと焦っちゃうの私。ねやめて、それやばい人って思われちゃうから。確かに大丈夫、やばい人だから大丈夫。イエーイ、怖い怖い怖い。ああ眩しくて目を止めて見上げたなら今年ほどいないな。聞きたいところなんですが、はい、20歳になったひろもとるりちゃんに、うん、実はお母様からお手紙を預かっております。なので私西崎が代役で読ませていただきます。お茶ノーマー中山夏目、バースデーイベント2023に遊びに来てくださりありがとうございます。本日 MC を務めさせていただく石栗かなみです。よろしくお願いします。学力テスト朝の会です。石川県に実際にある地名は次のうちどれでしょう。1塩、2醤油、3ソース。地名でしょ。おお、地名でも塩屋っていう海がある。おお。で能登の方に塩巻きしてるとこがある、うん、おお。でも美味しいお好み焼きソース知ってる。おお。石川のねあるんだ。そう。おお。え、地名じゃあなんとなく夏目の中で醤油は違うんじゃないかと。そう、醤油は違うなっていう。あー、わかりました。塩分高いし。おぉ、なんだろう、あるかな。だって塩、塩、塩、え、かなみわかる。私わかんないです。あ、わかんないんだ。え、地名でしょ。え、でも塩だよねな気がするな。行ってみますか。じゃあ、塩でソルト。恋する乙女はお風呂に入って綺麗になれと願う。週末までに1キロは痩せたい気分。わーわー。恋する乙女